ったりとかで駅で滞在時間とかもあってさすがに疲れた。今日バペからのイベント楽しかった。よかった。結構ファンの方来てくださって嬉しかったです。そう、結構来てくださってて、でもちょっとモヤモヤ案件もあって、そうそう、モヤってました。あ、ね、思った。イベントの後に雨が強まりました。それな、絶対私のてるてる坊主のおかげやろってずっとマネージャーさんに言ってた絶対ね、絶対ねのてるてる坊主のおかげやろって、イベント中、イベントの時小雨だったん絶対ねのおかげやってずっと言ってたずっとずっと言ってました。なんかさ、千人未満はオフレコっていうことでさずっとはなんかいちょっとそんなことないよって言ってもらって、ただただ甘やかしてほしいだけなんだけどさ、なんかさ今日ねイベントがあったわけですよ。でステージとかはすごい自由な感じだから、なんかいつもの STU の公演ぐらいステージで粘ることはできないけど、ちゃんと右左ちゃんとバイバイしてね、お礼言ってちゃんとされたんですけど、自動販売機の除幕式は、除幕式ってまあすごい硬いお硬いやつだったっていうのと、もともとやる前にそのファンの方との距離が近いけど、事務所によってはその声優さんの事務所によってはその特典会とかがあるから、そういうフリーで何かをできるときにあんまりしないでって言われてる方とかもいたから、それはなんか誰々がして誰々がしてないってなるから、全員一律で抑えめに、その無視とかじゃなくてバイバイとかはいいけど、なんかそんなあんまりみたいな感じになってたんですね。でもその人によって抑えめがどれくらいかって、まあ人によるじゃないですか。そう、人によって、そ、まあ、それのちょっと人によったやつのあれもあって、すごいめっちゃ塩対応じゃんってめっちゃ言われて、そう、見えないところでそう、見えるとこでも言われてるんですけど、そう、見えないとこでの方がめちゃくちゃすごいいいボロクソで言う人がいて、なんでだよってそう、なんかそう思ったとしても何かしら理由があるかもって、そういう風になんで思ってくれないんだろうと思って、そう、すごい悲しくなっちゃって。でも私がその理由もなきみんなにさ、そっけないことするわけないじゃんか。そう、そう、行くんじゃなかったみたいなさ、そう、つらっと思って。でもちゃんとさ言われてたわけでさ、みーちゃんはしっかりさルールも守ってたわけでさ、でステージとかとは違って除幕式とか市長もいるとこでさ、わーみたいなできないじゃないですか。なのに、なんか丸々さんはすごい近くまで来てくれたのにみたいな、そう、みーちゃんはずっと端にいたみたいな、違うんだってダメだったってみたいな、そう、その、まあ、どれくらいまでいいかはさ人によるかもしれないけどさ、それでなんかそのことで、それもあってなんかもっと声優というものをなんか学んだ方がいいですよみたいな、でも全部マネージャーさんに全部見せてた見えない、ね、私たちの ST には見えないところもあるじゃないですか。ドライクもそうだしさ、見えないインスタの DM とかあるじゃないですか。全部マネージャーさんに見せてましたそう、でも誰かもそう分かってはいるけどさ、コミネが悪いって言ってコミネが悪いからって言って、車、バスの中で、電車の中か、いや、歩かないですよ、気にしないでいいですよって言われて、でもなんかすごい楽しくルンルンって帰ってて、行くんじゃなかったって言葉を見て悲しかったから、行ってよかったって人今声を上げて、盛大に声を上げて私はね、それより嬉しい言葉を
あの多くもらってるのに一つで気になっちゃったから、今それを乗り越え、それを乗り換えるぐらい今声を大にして「いつも頑張っててありがとう、行ってよかったありがとう、気にしない気にしない」「みーちょるくん、みーちょ、あ、見に行くって方です、ありがとう、世の中にはそうね、いやね、そう、気にしいのだけなんです、行ってないけどツイッター見てほっこりした、あね、行ってよかったボリュームマックス楽しかったよ、神夢だった、行けなかったけど嬉しかったか、ありがとう、生資料よかった、ありがとう、行けばよかった、ありがとう、みんな優しい、私こうやってこうやって甘やかされて生きていくんだこうやってこうやって甘やかされて生きていくんだちゃんと常に可愛かった、ありがとう、みひ何悲しくて最高のゴールデンウィークだった、ありがとう、あ、ジュースいっぱい買ってたくさんみーちゃんのボイス聞きました、ありがとういけなかったけどほっこらし、ありがとう去年ポニーテール変わった、変わった、可愛かったから、行きたかったよって、こうやって甘やかされて生きていこう、これからもそう、なんか自分も悪い時はちゃんとそういう気持ち、あの柔軟に受け入れるけど、今日に関してはそれはね、そのそういうルールがありましたなんて公に言われてないもんだから分かんないと思うけどな、そういうこと、もしかしたらそうなんかなと思う思いやりを一瞬だけあの持ってほしかったなっていう、そう、もしかしたらそうなんかも、絶対そう、なんか悪い方に捉えてまんま進んでほしくないなっていう、こんばんは、こんばんは、今日は行けなかったけどみーちゃんのおかげで香川行きたいと、あ、本当に東香川めっちゃいいよ、私は白トロドル白鳥動物園に行きたいですってめっちゃ言ってきた、あのいろんな大人の方に、あと今日来てたあのどれって方はお手紙にも載せたし、インスタとかツイッターにも載せてあるから、お手紙取ってないよって方はそっちを見てほしいんですけど、今日着てたなんかドレスのようなピースみたいなやつは今日のために STU があの準備してくれました、でも、あの今日のためなんですけど STU 持ちになったので、今後なんかメンバーがそういう式典に出るときに、もしかしたら使われるかも、式典というかそういう外仕事に出るときに使われるかもしれないよって言われて、あ、全然、あ、全然大丈夫ですよって、可愛いですもんねっていうそうそうなの、可愛かった、南もうほんと南しか来やんから、そう、もう衣装さんとかあの女性のマネージャーさんたちがあの調べてくれて、南ちゃんに、もう南ちゃんに似合いそうなのはっていう南視点で考えてくれたから、サイズぴったしサイズぴったし、あ、行けなかったけどいろいろ落ち着いたら自販機買いに行こう、ぜひぜひボイス、私もまだ1ボイスしか聞いてないんですけど、何個もあるのでお上品だったでしょ、そう、何個もあるのでぜひっていうモヤモヤがあったんですけど、今甘やかされたのでもう気にしませんずっと電車の中ではマネージャーさん一人の言葉で私の心は救えなかったんですよ、気にしないでいいよ、でもさーって言って、この一人が思ったことはみんな思ってるかもしれんって、そんなことないよって、そんなことなかったでもみんなが行ってよかったって、そうさ、あんま、足元悪かったしさ、ちょっと遠方だったからさ、その言葉がちょっとぐさっときちゃっただけで、甘やかされて生きていこう本当になんか今後あの除幕式で明かされてた言葉なんですけど、今後7台設置されるらしいので、東香川で7台って結構至るところにあるんではないかと思いますね。もちろんあの虎丸公園内に今複数あって、そう、長く咲いてよかった、あ、でそれは思った、結構あれだ、ぐじゃぐじゃだったよね土だったわね、アスファルトなんか、うん、原っぱというか、そう、7台すごいですよね、
私だから、煽りとかじゃなくて、みんな期待してるぞっていう、そのやつじゃないんで、本当に笑い話で聞いてほしいんですけど、本当にそういうつもりじゃないので、家が近いよって方は全然いいんですけど、本当そんな笑い話で聞いてほしいんですけど、お話し会で、ね、南の自販機の前からとかやる人いそうだなって。南が始まった瞬間「みーちゃん行くよ」って言ってガチャンって言って そう「何にする？」みたいな、なおちゃんが言うんですよ。で「みーちゃんだよ」みたいな 言ってくれそうだなと思って そう、東香川近い香川県民さんの方がもしかしているんじゃないか。今まで本当にお話し会っていろんな背景があったわけよ。観覧車の中とか動物園の中、水族館の中みたいな、そう、橋のなんか橋の上みたいな、橋の上って本当に作業員とかが立つような橋の上とかさ そうそう、それこそあれよ、なんだっけ、香川の無謀な夢を覚めることが日本のウユニ湖、秩父ヶ浜とかさ いろんなロケ地を巡ってくれてるから、なんかお話し会の時に私のファンの方、その自販機の前で「おお、みーちゃんファンですか？」みたいな あ、自分もみーちゃんファンです え、もしかして今お話がいいですか？あ、そうです、そうです。あ、じゃ先どうぞ。なんか、そこで出会いそうっていう そう、と思ってた。確か言ったことで、確かにいて、もしかしたら近場の人たちが思ったかもしれない。まあ、それはそれで、ね、ぜひそのタイミングでぜひ買っていただけたら、その売り上げの一部が東かがわの、なんていうの？のやつになるので 東かが盛り上げる そういうやつに役立てられるので、ぜひぜひ あ、そう、トラムラ座前のお話し会もそういたからね、自販機前はいるんですよ絶対 ありがたい ありがたい。みんなたくさんパペットカルテットとか、ハッシュタグパペットカルテット、ハッシュタグ東かがわ、ハッシュタグ石田みなみをつけてつぶやいてくれてありがとうね。そう、ハッシュタグパペットカルテットとハッシュタグパペカル、どっちが公式なんだろうと思ったけど、一応パペカルの公式アカウントがハッシュタグパペットカルテットだから、一応私ハッシュタグパペットカルテットにしとくんですけど、今日メールでもね、皆さんハッシュタグつけて、ぜひ感想をみたいな、来てくださった方は来てくださった感想と、いけなかったから分かんない、協力したいけど上がんないって方は、18時からボイスドラマの新作上がってるからぜひみたいなことをね、メールで言って、めっちゃこの子ハッシュタグ煽ってくるやんって思ったと思うんですけど、なぜミヒがそういう風に言ったかと言いますと、これ多分明かしてない情報なんですけど、今日声優講座の時にね、声優講座東かがわの、中高生向けにやらせていただいたんですけど、小中高生向けに、その時にパペカルを作った方の数人のうちの一人の方も先生として入ってくださってて、その時になんか声優の仕事ってなんかどういう風にお話が来るのかみたいな話の時に、その一人の方が「石田さんとかは？」みたいな、私がどういう、なんかどういう、なんでやってるんですかみたいな、私アイドルしてるんですけどみたいな、アニメとか漫画好きでいろんなとこで発信をしていたりだとかみたいな、で声、私の声は好きって言ってくれる人がいて、本当にそういう話をしてたら、その一人の方が石田さんを知ったのが、まずその方が私が瀬戸宗のアニメの紹介してた時あったじゃないですか。そう、アニメの紹介してた時に、私もショールームで一緒に聞こうの会をして、みんなもそれでハッシュタグでつぶやいてくれて、でハッシュタグ石田みなみだけじゃなく作品名も一緒につぶやいてくれたおかげで、その作品をその人が担当してる作品だったので、その人は作品をすごいどういう風になってるかなっていうので検索したら、私が出てきて、アイドルでこのアニメが好きな子がいるんだっていうのをそこで知ってくださって、ご縁があって話をくださったらしいんですね。そうで、それを改めてこう話に聞いて、マジみんなのおかげやんと思って そうそうそう、なんかも自分もこうやって一緒に聞こうの会をとかを設けてるから、まあ、自分も偉いと褒めて、でそのそれでもそれ以上に発信をしてくださった皆さんのおかげで今回こうやってご縁につながってるか、本当に一つ一つが大事な支えだから、なんかこの今日のパペカルのね、ハッシュタグとかも
今日今つぶやいてくださってますけど、もしかしたらまた違うとこであの見てくださってる方がいるかもしれないし、そうそうすごいですよね。だからなんか私もあのアニメとか漫画発信してる、まあ、その間終わってしまったんですけど1年前ぐらいに、その時には何もまだそういう話をいただいてない時からなんか諦めずというか、その自分は発信していこうと思ってやっていたからこそ今こうやって1年後とかにできてるわけだから、その何事もなんかなんだろう必要じゃないことはないんだなっていうのはすごい思ったんですよ強く。だからより今後もねあの感想反響が大事だからって言って BLT グラフさんとかもねもちろんそうだし、そう SNS はすごい大事だなっていうのを強く思ったので、これ今後も言うと思うんですけど、もう分かったよと思うぐらい言うかもしれないんですけど許してください今日の朗読めっちゃ生き生きしてて素敵。あ本当に、でもつぐみさん桜木つぐみさんとかにもみーちゃん今日めっちゃすごいいいねって言ってくださって、そうなんか楽しいねっていっぱい言ってくださって、今日すごく楽しくのーちゃんになれた気がします。なんか収録の時は一人だったんですよ。今日18時に公開されてるボイスドラマね、あのもうステージとかでオフショット違うオフトーク裏話で話してるから言っていいと思うんですけど、実は一人で撮ったんですよあの全員一人撮ってて、そうなんか前回の第1回目のボイスドラマは全員東京で集まって4人で撮ったんですけど、そう今回の第2回目は皆さん関東で撮って私博多で撮ったんですね。多分メール撮ってくださってる方はその写真多分載っけて、多分その、 あのレコーディングするとこの写真載せて、みーちゃん博多で何のレコーディングしてんのって多分何だかっていると思うんだけど、それだったんですね。そう私博多でズームでパペカルの関係者誰もいないんですよ博多には。全員関東にいてズームにいて、あの博多 の、 そのレコーディングの人と私のマネージャーさん、でもそのレコーディング来た時はあの第1回目に今回んパペカル担当のマネージャーさんが私の担当マネージャーさんなんですけど、レコーディングの時だけは来らなくて、そうだから本当に博多の現場には何だろう初めましての方、マネージャーさんもパペカル初めましてっていうかパペカル案件来るの初めてみたいな、本当に緊張してて画面越しには知ってる方がいっぱいいるんですけど、そうでもそうだから今日皆さんにお会いした時のホット感がすごかったですねそう出番前に読み合わせも4人でさせていただいたんですけど、つぐみさんからやろうって言ってくださって、そうあと名前で呼ぶチャレンジは見事成功しましたぜそうだからでもあのボイスドラマ聞いたらね、全然一人と一人で撮ってる感じしないですよね。なんか秋野香織さんが撮ってた時はあのつぐみさんの声が聞こえてたらしくて、で私はあの一番最初だったらしくて誰の声も聞こえも聞かなくて、でつぐみさんがやってる時は私の声だけ聞こえてたらしくて、えりさんは誰も、えりさんも一番最初ではないけど誰の声も聞こえてないみたいな、なんかそういうなんか特殊な状況でとってもあんな綺麗な一本になるんだと思ってそうすごいなと思って、あとなんか電話そのボイスドラマ見てくださった方は来ると思うんですけど、もしあのぜひ後で見ていただいたらこの絵のことねってなると思うんですけど、なんか電話のシーンとかもあるんですけど、電話特有のなんかちょっと曇った音声とかもすごいなんか表現されててすごいと思って、そうね、なんかボイスドラマって無限だなと思った。なんか想像もできるからこそのなんか無限だなと思いました。でも本当に1年経ってまたこう集結できて、今回もパペとカルテットのテーマ朗読も、ね、朗読をするってことは実はねサプライズだったんですよねなんかテーマソング歌うステージがある邪魔式はあるみたいなことは明かされてたんですけど、朗読をするっていうことは実はあんまり言われてなくて、そう私も言ってなくて、でまずあのステージ自体が朗読からスタートするんですよ。あの
なんか次はパプカルステージですどうぞみたいなこと言ったら、ステージ袖で演技をしてから登壇してそうやるみたいな。実はそれはトラマル座でやった時もそうだったんですよ。ステージ袖でちょっとやってからステージに出てみたいな、ちょっと喋ってあの本格的な朗読劇みたいな。そうだから、そのステージ袖でね演技をしだしたのも多分驚いたと思うけど、このあと朗読劇しますってなって、そうでもそうすごい緊張してたんですけど、始まってしまえばあの世界に入って演じれた気がします。柴谷奈緒ちゃんになれた、盛りだくさんでした。でその後あの東神楽のダンスユニットのキャンディーココちゃんっていうなんか小中学生のダンスユニットがのキャンディーココじゃん、キャンディーココっていうあのユニットがあって、その子たちと一緒にテーマソングだ夢見るカルテット、その子たちがバックで踊ってくれて私たちが歌うみたいな。キャンディーココちゃんめっちゃ可愛くてそうなんか小中学生ので構成されたユニットなんですけど、なんかある意味ちょっと失礼かもしれないですけど、顔面がドタイプの子が数人っていうか、もう本当にえ好きって書いてみなみちゃんのドタイプがいましてそう、めっちゃ好きな顔と思ってそう思ったりとか、ドタイプな、なんかもともと YouTube でダンス動画を夢見るカルテットでダンス動画上げてくれてて、あのキャンディーココちゃんたちが、実はこの話を聞く前のもっと前からその公開された時ぐらいか、私その動画見てたんですよ。なんか夢見るカルテットを定期的に本当になんかちょっと病んでしまった時とか、なんかちょっと挫折っていうかちょっと落ちてしまった時に聞いて元気出すっていうのが自分の中のルーティンの一つであって、だから夢見るカルテットよく聞くので YouTube でよく夢見るカルテットを検索するんですよ。たら出てきて、でその後マネージャーさんに、そう見てすごくないって音が振り作ってるみたいな、えみんなもこれ、でも一応アイドルですからね、私も踊りたいみたいなこと言ってたんですよ。踏んだら今回こうやって共演できて、あの時の子みたいなあの時のってなって、そう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 でもなんかパペカル現場の皆さんは私がアイドルのことをちょっと忘れててなんかパペあのキャンあのスペシャルステージが終わった後に、そのパペカルを作り出した方々数人たちが一緒の普通に楽屋に一緒にいたんですけど、いやなんか本当に感動したよな、声優さんたち4人のなんか演技も本当になんかどんどん磨きがかかってて本当にそれも感動したし、なんて言ってもね、夢見る彼だったのイントロがとても良くて、その時点でジーンときたのに、キャンディーココちゃんたちの、ね、踊りもすごいなんかこの時のためにすごい時間かけてきたんだろうなって表現とかもすごくてみたいなこと言ってて、私が普通に共感したんですよ。本当にわかりますみたいな、そう本当にわかります、なんかあんなにその表情の幅というか笑顔だけじゃなくてなんか見せてくれるなんかのって難しいと思うしみたいな、しかも横位置で見た時にすごい綺麗に一列になっててみたいな、4人立ってるはずなのになんか数人立ってるはずなのに1人に見えるみたいな、なんかあれって意外に難しかったりするのでみたいなこと言ってたら、すごいアイドルって言われて、あアイドルですけどみたいなそうか、あのアイドルだとやっぱそういうとこ見るよねって言われてあそう見ちゃいましたねみたいなそうそうですね、でも本当にすごかったですって、感動しました、私がそんな、 なんか大層の存在ではないんですけどみたいなそうでちょっと忘れられてたりするで私が多分一番その経験声の経験はないから、ずっと私がステージ袖で緊張とかするじゃないですか、いやドキドキしますって言ったら、もうつぐみさんに、いやあんた一番バカず立ってあるでしょみたいな、そうあのみーちゃんが一番ステージ立ってるでしょって一点中ずっと言われてた、いや違うんですみたいなそう確かにと思うんですけど、なんか別の緊張があって、でもなんかステージに立つとあのファンの方が見に来てくれてたっておかげで、あの知ってるお子もいっぱいいてくださったから、そう笑顔で入れましたねそう、まあ、そりゃそうなんですがって、誰よりもニコニコしてる、あほんと奈緒ちゃんもねニコニコしてる子だからそう、なんかつぐみさんが結構すぐ案を出してくださってて、なんか朗読の中にも
なんか自己紹介シーンみたいなとこがあって、なんかつぐみさんが自己紹介のシーンをもう記憶暗記したんで、そこだけ前を向いても世界観は壊れないですかみたいなことを演出家の方に聞いてて、あ、それはもう全然どんどんやってくださいみたいな、え、すごいと思って私も真似したみんな今そうしようと思って、なんかいいと思ったことはちょっとやっぱり取り入れたいと思って、そう、なんか自分でそう発想して、発想っていうかそう考えて、そう聞いて、いいね、いいですねそれって言われてるやつを見て、私はやっぱそこまでのその起点はなかったから確かにと思って、私も自己紹介パートだけ記憶して、なんか東川のインフルエンサーって言って、うちの方は柴田になるだよっていうとこだけウェクさんの方を向いてやってみたいな、そうすごいと思って、まだ私はいただいたものを表現するので精一杯なんですけど、そういう風に自分でこの時の、なんていうの、目線はこうとかいうのはやっぱり皆さんの見て学びましていただきましたね今回。でも読み合わせ終わった後につぐみさんに早かったですかとかもしっかり今回質問できて、そうアドバイスもいただいたりとか、すごくためになんか自分自身なんだろう、すごく素敵な経験させていただいてるなっていうのはすごい思います。今日とてもよかった、可愛かった、ありがとう。でも私は一応ね今回石田みなみ、柴谷の役石田みなみとしてステージには立ちましたが、一応、一応って言っても一応どころか ST を代表してきてるわけだから、除幕式のインタビューもちゃんと STU の名前出してだって STU のこれをきっかけで STU 知ってくださって嬉しいじゃないですか、だから至るとこで、あ、STU48 のってちゃんとずっと言ってたそう、だからキャンディーココちゃんの時の自己紹介する時に一人一人自己紹介する、柴谷直役、なんか柴谷直役石田みなみです、なんか柴谷直役 STU48 の石田みなみですって言ったら、キャンディーコグちゃんたちもえっ STU みたいな、で声優講座の時もちゃんと STU48 のってなってて、なんか STU48 の知名度を今回すごい、なんか瀬戸内での知名度もすごい感じて、これをもっともっと広めていけるような一人になれたらいいなと思っていろんなところで言ってきたなんか除幕式後の媒体さんのインタビューの時も、その自動販売機できたどうですかみたいなやった時に、なんかその嬉しい気持ちを踏まえてそれを伝えた上で、私はその瀬戸内を拠点に活動する ST48 のグループなのでみたいなそうちゃんとシャトソラの分を入れてきたなぜなら私は ST48 の石田みなみだからです。そう ST48 だから経験させていただいてる仕事たくさんあると思いますので、そうそう、これがねいろんなとこに伝わっていて、私ももちろんそうですが、これからの後輩ちゃんたちとかにもね STU が長く続いていって、うわこれはタワーですか、なんかすごいです、待って髪が、なるさん、あなたびっくりポンだよ、なんかいきなり金色が飛んできて、なるさん、タワーのバナーみたいなとこだった、すごい金ピカなクマ、これはなるさんはパペカルタワーですかねパペカルタワーです、おめでとうと楽しくてありがとう、なんかすごい3つの単語なんだけど、なんかちょっと深い、片手でカキカキしますね、びっくりした、書くのでここにいて、すごい書く V 字こんな下から漏れるわけがないんだけど、角度でちょっとここにいて、ちょっと打ちとかないと配線切られるから、なるパペカルタワーにしちゃおう記念すべき
いるよいるよ。可愛いものならすべて手に入れてください。だから溢れた思いに気づいたんだ。パッミラストうんうん、夢がくてでも憧れてた。いつか私もここから輝きたい。大切なものだからずっと守っていたかった。ああ、環境のせいにして困らせて任せてごめんね。いないくよ。ちょっと待ってね。今頑張ってる。今何をって思うじゃん。頑張ってるから待ってね。ピンチさえもチャンスに変え。大事よ大丈夫かな。大丈夫と信じる。今日何日？2023年5月なのかな。聞いたけど分かった。何でも企画強くないね。かろうじて、もうこれ以上無理だ。はい、できた。なるさん、壁カルタワーありがとう。これなおちゃんのつもり。なおちゃんのパペットのつもり。頑張った。ありがとう。パペカルタワーありがとう。なるさん今日もありがとう。よければ前髪が崩れたので絶対なるさん削除してくれるから直さして。よいしょ、ありがとう。うまい、やった。ありがとうございます。テテレテレテレレレテレテテレテレテレテテ。あ、バッチの膝が、バッチの膝が。でも本当に何だろう、来てくださった方はもちろん、こうやって今日ボイスドラマが公開されることによってね、あのお仕事とか普通にトークテーとか行けなかった皆さんも置いてけぼりにすることなく一緒にパペカルをあの盛り上げていけることが一番嬉しい。誰一人ね置いていきたくないから、いつも伝え方とかあのちゃんと考えてるんだけど、行ってない人が、行けなかった人がなんか悲しく思う文章になってないかなとか考えるんだけど、そう今日は
ね、6時に同時にボイスドラマが上がったおかげで、同じ日に誰のことも置いてけぼりにならない日になって、みんなで一緒にパペカル、みんなに共通してパペカル感想待ってるねって言えるからよかった。ちょっと朝からコンタクトをつけてるがゆえゴロゴロしてきた後のお話し会で結構5月7がさイベントって明かされたのが結構遅かったんですよ。で今日3期のねお披露目で、もちろん私の性格上ね、あの仕事が重なってなかったら 100% 言ってるんですけど、実際私あのパペカルってこと一瞬忘れてて、私3期のね申請出してたんですよ見に行きますって申請出してて、そう一回通って、あ通った後にマネージャーさん、いやあなた仕事ですって帰ってきて、あそうじゃんと思って一回申請通ったんですよね。そうそうでね、なんか遅かったんですよね、あのパペカルの情報が出るのが、そうあの3期のやつより。だからその後のお話し会でまさかみーちゃんが同じ日にあると思ってなくて、研究生の申し込んで当たってるんだっていうお話し会で言った人がいたんですよ。あらってどうするのみたいな、どうしようって言ってた人がいたんですよ。今日いなかったんですよ今日いなかったんですよね。はい、なんか何人かそういう人いたんですけど、あのちゃんと現場にいた人もいたんですけど、そうあこっち来てくれてると思った方もいたんですけど、何人かいたうちの一人はいなかったんですよ一人というかね、あーと見に行きたかったな。息をする心をやったっていうのがはあのねマネージャーさんに聞いて、すごいねって言って、広めで息をする心はむずくねって言ってすごーって言って、うん、今日メンバー見学店員いっぱいだったみたい。あでも私あのその1回5月7日自分が仕事入ってるってを知らず、あの知らずっていうか一瞬忘れてて、あの明かされた瞬間言ったから、と私誰よりも早かったよ多分そういうの早い者勝ちだからさとはいけてたよだって本当にあの出た瞬間言ったもんね。それこそ多分ファンの方に明かされるよりも早く言ってると思う。今日の何時にあの受付が開始しますみたいな、で同時に言って一回通ったのが面白い。一回なんか私があまりにも自信満々に5月7日見学お願いしますって言って、そうあまりにも自信満々に言ったから一回は了解しましたって一回通ったよ。数時間後にダメですって来て、なんでと思ったら、そうそうそう、あそうだって、あのそれもまだ明かされる前、あのファンの皆様にパペカルっていうのが明かされる前だったから、私の個人のスケジュールには書いてたから、あほんまやと思ってそうだから意味事が、だから私って多分メンバーからもさ、みなみはそういう現場に絶対来る人と思われてるからさ、いろんなメンバーにさ、みなみ行くでしょって言われて、数人ぐらいに言われて、あごめんなさいってなった由美子とかみつきとか、そう昼と夜どっち行くのみたいな、そうみーちゃん昼夜みたいな、なんか行くの行かないのじゃなくて昼夜どっちって言われてみなみって本当にメンバーの中でもなんかそういう絶対行くっていう印象なんだろうなと思って、でも正解と思って、そういうの絶対行く、見たくない、記念すべきなんてそうもう行く前提だった。昼夜どっちと、私昼なんだけどって言われてあ私ですね、あの香川なんですよ。でも嬉しいのが、香川なんよねって言っただけで、あの美月とか由美子、あ食べからだっていうのをすぐ気づいてくれて、なんかね個人の仕事ではあるけど、メンバーがちゃんとねあの知ってくれてるっていうのは嬉しいよねそうパフェカルか、あ同じ日かみたいな、そうなんよって言ってさ、でも今日見に行きたかった先輩は多かったと思いますよ。でも今日ね同じ日に PR 舞台も動いてますし、多分ねヤンヤンとかも一緒にこの前お寿司行った時にそう話してて、いやいやもうなかったら行きたかったね、楽しみたいですよとか
だってユミコたんってあれですよ、だってあの子仕事と仕事のなんか合間ぐらいに行ってるから、昼見に行った後すぐ移動みたいな、結構スケジュールパンパンって言ってたもんそう大変だって返した記憶がある。優しさの連鎖が巡って強さになっていく、どんなことでもできるはず、仲間と一緒に遠い遠い未来。野外であんななんか野外であのフェスとかあるったとしても、 STU の野外であんまり一人で歌うこと、二人の歌ありってないじゃないですかあんな野外の開放的なとこで自分しか歌わないパートがあって、あの歌ったら自分の声が聞こえる開放感、すごく緊張したそう、なんかリハーサルがなかったから、そうステージのリハがなんかマイクの開始っていうんですけど、歌った声がちゃんと返ってくるかっていうのがすごい、あのリハがあったらすごい確認されるとこなんですけど、そうリハがなかったからちゃんと返ってくるかなみたいなそうちゃんと、うん、返ってきてたそう時々ちょっと緊張して震えちゃったけど、そう、そうでも楽しかった、それじゃあね、なんかエリさんが、あの愛のエリさん、エリさんがアイカツの歌唱メンバーとして10年ぐらいあのやってるすごい方で、もうめちゃくちゃ歌はすごい引っ張ってくださってるので、超いい声そう、リハなしでしたね。なんか別のステージのリハ、マイク使ってのリハはなかった、なんか部屋で立ち近くにみたいなのはしたんですけど、キャンディーココちゃんと一緒に、キャンディーココちゃんが出てきた時に私たちの立ち位置どうしますかみたいななんかせっかく振り付けこんなにバシバシ決めてくれてるから、歌ってないとかはキャンディーココちゃん見せたいよねみたいなそうそうそうね、パペカル、でもね、あの叶うかどうかとかわかんないけど、今日帰りの車の中でそれこそパペカルのあの全動きをやってくださってるスタッフさんと一緒の車でずっと話してたんですけど、結構 いろんなやりたいことがあるって、すごい、あのまだ動いてはない案、まだなんていうの、一つの案としてのものを何個か教えてくださったんですけど、そうできるかどうかはまだ分かんないけど、今やりたいのはこういうものなんだよねみたいな感じで言ってくださったやつがマジすごくて、えっみたいな、やりたいですってやつがあって、ぜひ叶えばいいなっていう、結構それを叶えるにあたっては結構いろんな壁を越えなきゃいけないらしいんですけど、そうでも案はすごいめちゃくちゃ面白い案がいっぱいあって、一つでも叶ってまた皆さんにねお会いする機会とか皆様に報告できる機会があればいいなって思います。そうあと今日来てくださった方、これはちょっと今日来てくださった方にしか分かんないんだけど、でもあのそう今日行かなくても知ってる人いると思うんですけど、あの今日いたマネージャーさんが私の担当マネージャーさんです。なあの私の仲良しから出てたでしょ写真撮ってって、いや本当にあの除幕式でその写真をね、あのもう部屋に着いたらすぐ帰らなきゃいけなかったから、その写真を除幕式終わった後に撮らなきゃいけなくて、ファンの人が見守る中でオフの空間みたいなのがあって、そう持っててつってマジックあげるみたいなさ、わからさまに仲良かったそう、だからこれみんなわかるんだろうなと思って、みなみさんこれはどうすんのみたいな、これ後でにするみたいなそう前回でした、あの方が私の担当マネージャーさんです。今日も仲良しでずっとあいあい傘で帰ってた私あの新幹線マリンライナー1本遅らせてうどん食べて帰った新幹線止まった15分20分遅れたすげあれちゃんとうどん食べて帰ってきました
めっちゃ楽しそうに写真撮ってた写真撮りました。スネがただこねてお腹空いたうどん食べたいって言ったら遅らせる間にないなみたいな、え大丈夫ですか、え多分大丈夫よみたいな、みなみさんがあの帰るの時間がちょっと遅れちゃうけど大丈夫、私はうどんが食べたいって言ってマリンライナー遅らして、マリンライナーはちゃんと通常通りの時間に出たので、あのマリンライナー乗ったんですけど遅らした時間で、駅に着いてから新幹線が15分遅れちゃってあれって言ってでも2人でずっと喋ったりとか、あのツイッターインスタとかもね2つ投稿したんですけど、ツイッターもめちゃくちゃ投稿したんですよ今日、投稿するものが多くてありがたいことに。そうだからそういうことをしてたりとか、東かがわの市長さんからリプが来てたのでそれの返事を一緒に考えたりとかしてたらあって山だった。そうメリキアではないですね、駅の中のやつですね。メリキア外だもんね、雨降ってるか、降ってたから。でも市長からのリプは緊張するんですけど、東かがわなんかね除幕式いた方多分ね今まで多分いろんな式典をね、その皆さんも STU の側でももしかしたら来てくださった方もいるかもしれないし、人生でいろんな式典を多分経験したことある人いると思うんですけど、その中の式典の中でもすごい雰囲気がすごく柔らかい式典で、なんかすごかったんですよ。なんか私ってあのありがたいこといろんな STU 法っていうととしていろんな式典にね出させていただいてるので、いろんななんか空気感は知ってるんですけど、の中でも多分一番ほがらかな式典で、なんか市長めっちゃつっ、あの市長がめっちゃ突っ込まれてるんですよ。市長あっとうやし、いや市長が喋ってくださいみたいな、俺ですかみたいな、なんかそうとか、私たちがちょっと喋ったらよーなおちゃんみたいな、なんかガヤガヤを言ってくださる人、あのちゃんと大人の方ね、偉い方、しかも偉い方よ、結構式典に並ぶぐらいの一緒に座ってる方なんだからなんかすっごいアットホームで、それこそ市長なんてめちゃくちゃずっと楽屋にいてくださって、なんか普通にあの挨拶どころ普通にお話もずっとさせていただいてたから、なんかもちろん市長ってすごい人だし、しかも今回第2期目あの任務任期がちゃんあのなんていうの当選なさってて、そうだけど本当にすごい方なのに、すごいなんかアットホームで接してくださるから、なんかすごいなんだろう不思議な感覚になる。だから本当になんか地域の人柄、本当にそう東かがわの人柄なんだろうなと思って、そうそう本当に人柄なんだろうなと思いました。すごくそうなんかすごいなんか、ね、なんかレッドカーペットとか敷いててさ、なんか除幕室で幕を下ろすときにちゃんと白い手袋みたいなちゃんとしたやつもはめるから、思ったより結構ちゃんとした式典だと思って緊張してたんだけど、もうアットホームすぎて本当になんか東かがわの、あのいいところってそういうところにも出てるんだなと思って、すごいほっこりしました。そうすごい面白かった。 いいところだなと思ったから、プライベートでは行けたことがないので行きたいなって、あの白鳥動物園に行きたいんです。私あのふれあい広場に行きたかったんですけど行けなくて、白鳥動物園からねひよことかヤギとか犬が来てたんですよ。そう今回どんとこい祭りにひよこ来てたんよ、ひよこヤギ犬ワンちゃんとかが来てて、ずっと行きたいと思ったんだけど行けなくて、キッチンカーも一回行ったんですけど、そう 朝11時ぐらいだったから、もういない、ファンの人まだいない時間に行ってて、ウサギもいたの？いいな。そうでもあんまりにも私があのウィーって言ってたから、マネージャーさんが、私は打ち合わせだったから行けなくて、マネージャーさん私が行ってくるって言って、米粉あの和三盆のベビーカステラとみたらし団子をマネージャーさんが買ってきてくれて新幹線で一緒に食べてた。フクロウもいたの？白鳥食べつけに行きたい。そう私一番行きたかった場所だったんですけど行けなかった。
雨が降ってなかったらね走って一人で行ってたんですけど、雨が降ってるからメイクさんにしてもらった後だったから怒られちゃうからオレンジさんに何するの南さんって言われちゃうから、そうだから今度はプライベートで白鳥動物園に行くっていうことを目標に頑張ってます、頑張ります。今動物園に行きたい欲がすごいんだよね。でも今そのユミコと言ってるのが朝南動物園に行こうって話をしてる。そうめっちゃ広島に戻ってきたけど話、今ユミコと言ってるのが朝南動物園に行こうって言ってる2人で。あかりも多分用事が合えば、予定が合えば2人でご飯行ってる時に話した話だから、まあ2人のだけで全然あかりも一緒に行きたいんだけど、そうなんかなぜ朝南かというと、あ全然あのこれからすぐ来る未来とかではないので心配しないでほしいんですけど、まあ、私たちが由美子も私も卒業が今いつかはあるじゃないですか、会った時に多分私も由美子も広島にはいなくなっちゃうから、なら今広島のいいところ今なんか行きたいよねっていう話になって全然あの近い将来というわけじゃない、全然日にちも決めてないしいつか行けたらいいねぐらいの感覚なんだけど、そうそう、なんかいつでも行けるでしょみたいな感覚で行ってたら、いつの間にかすっごい遠い場所に自分が住んでて行けないってなったら寂しいねってなって、そのいつか STU であるうちにいつか行きたいねっていう話をしてるんですよ。でも調べたら思ったより近かったので、全然なんか日帰りでもパパーンって行けそうだから、なんか全然そういう今の理由関係なしに普通に行っちゃいそうだからもし1週間後とかに行ってたらさ、え思ったより早いみたいな、えみーちゃんってなるかもしんないけど、全然そんなことないと思う思ったより近かったんですよ、遠いと思ってて電車で1本でバリ近いじゃんと思ってそうだから全然なんかユミコと半日オフとかでも行けそうな気がしたのでそうだから全然なんか今のその将来なんとかだからみたいな理由とか抜きにして普通に行きそうそうサクッと行けそう、勝手に遠いと思ってたそうあとは京都ですね、京都行きたいってそれこそそれユミコとそのご飯食べながらニャーポで行きたいところもずっと話してて、京都行きたいってなってそう京都行きたいって思って、イネが分かった、イネが今からニャーポポのグループラインに京都行きたいって送るわって言ったよね。でイネが京都行きたいって言ったらマジ即レスでアクリンから返事来て、明日って来て明日のわけないじゃんやばい、フッカルの人怖っと思ってフッカル人間怖いんだけどって言ってユミコに言って、ユミコ大爆笑してた。フッカルの人って明日と思うなって言って。そうそう面白かった。でも明日はまあ全員仕事だって無理だったんだけど、そう3人で京都行こうねってお話しましてる。なんか京都だって日帰りでも行けるから。あの島根みたいに泊まれなかったにしても行きたいねって、でも本当ならば京都の温泉行きたいから泊まれて行きたらいいねみたいな、でも本当に仕事がカツカツで無理だったら日帰りで行こうみたいな、そう普通ならいつとかじゃん、そうでも明日って帰ってくるのがあかりんだよね面白いよね明日って帰ってくるのがめっちゃ大爆笑したもん明日と思ってそう、あかりんってそういうこと多いんですよ。なんかあ、ね、神戸動物園に行こうって言ったら明日はって来るんですよ。で私あの過去あったんですよ実際に。そう神戸動物園に行こうって言ったら明日はって来て、歯医者入れてて、で歯医者午前中に入れてたんですよ。だから12時ぐらいにはちょっと駅近の歯医者だったから12時半ぐらいには1時、まあ、遅くても1時にはあの駅行けるよみたいなこと言ったら、 そっから兵庫行ってあの駅からあの移動とかも考えたら遅くなるから別日にしようってなったんだけど、もし私がそれで歯医者入れてなかったら、強制だから強制の歯医者だから絶対その日行かなきゃいけなかったからキャンセルできなくて、
もし私が歯医者を入れてなかったら行こうって言ったら次の日に行ってたんだなと思ってそうそう、だって神戸だよ、兵庫だよ、新幹線乗るんだよ、明日お金も結構かかるよ服おもろいよね。そうおもろと思って、そうだからまああかりんといたらそれは私も不軽になるわと思って、だからあかりんになんか印象的に南はその事前に言わないとあの来ないっていうの言われてるから、私はここ1年ぐらいフッカル運動をしてて、あかりに誘われたものは断らないっていう運動をしてるので、そうそう、なのにだから経験としては事実としては全然断ってないのに、最初についてしまった南は事前に日にち数日前に言わないと断るってついてしまった印象のせいで、ここ1年ちゃんとあの明日とかに言われても言ってるのに、その印象のせいで永遠にその、 あの最初の印象が拭えなくて辛い、こんなに1年間言ってきたのにみたいな、最初の印象ってでかっていう最初の印象でかすぎやろって、ここ1年頑張ったのにってそうちゃんとやってるのに、そう実現ちゃんと行動してるのに、だから最初の印象って本当にでかいんだなと思って、そう拭えないんです、拭えない、そう明日なんとかしようみたいな、明日何度か行こうみたいな、いいですよみたいな、だからそうあのここ1、2年ぐらいで始めた運動で、ここ1年ぐらいでフッカル運動っていうのをやってるから、ここ1、2年ぐらいでよくご飯とか行くようになったサーヤンとかはねえのことフッカルの人だと思ってる、そうさすがみなみさんフッカルって言ってからもだから最初の印象よこれもそうみなみさん今から何々行きません、いいよって言ってフッカルって言ってだから本当にそうそうそう最初の印象ですよ、だからあかりんはもしサーヤンとそういう話をする日がもし来たとして、例えばね、いやみなみって本当にあれだよねみたいな、あのちょっと前に言わないと言ってくれ、全然ふっかりじゃないよねって言ったら、いやまあえみなみさんめっちゃふっかりじゃないですかっていう勃発、えなんでえいや最初の印象なんですよ本当に、あかりんよく思い返してみて、私結構ここ1年あなたの誘い全部直前でも言ってるから思い出して福田あかり、でもあなたはずっと最初の印象で永遠に言ってくる、永遠に言ってくる本当にずっと言ってくる、そうあらもうあと10分で今日終わる、あっという間に過ぎ去ってゆく楽しい幸せな時間、字余りそう。でもユミコとご飯行って思うのは、ニャーポッポってあかりんが即決判断人間で、ユミコとナミが優柔不断な2人なんですよ。でユミコと2人でご飯行くと、どっちにする、えこっちも一緒じゃない、永遠決まらんっていうそうだから2人でその性格が分かってるから、あかりんとご飯行くとかだったら後で LINE で決めようってなるんですけど、ゆみ子と2人でやると LINE だと多分永久に決まらんから、今仕事で一緒に会ってるうちに明日のお店を決めようって言ってお互いも分かってるから、多分みーちゃんと私だったら LINE で決まらんって今あのすぐ即レスできる、直接会ってる今決めようって、分かったってそう、もうお互いを分かりきってるがいい、あそうメニュー見てずっと話してる、そうなんか釜飯を一緒に食べたんですけど、どの釜飯にするみたいな、これも美味しそうだね、えこっちも美味しそうみたいな、しかもユミコも私も相手になんかちょっと合わせちゃうから、釜飯も2人前からしかダメで、食べたいみたいな、えユミコ食べたいみたいな、もうなんて言った、疑問で聞かれてるような疑問で返して、いやみーちゃんが食べたいかなと思ってみたいな、えでも多分絶対食べたいんだろうなと思って、え食べたいって言って、じゃあ食べようみたいな、そうお互いそんな感じ、あかりんはこれ食べたい一緒に食べてみたいな感じだからいいよってなるんだけど
でもどっちもね別の面白さどっちも居心地がこんなに状況が違うのにどっちも居心地いいの不思議だよね。なんか真逆すぎてどっちが居心地悪いでしょってなるはずなのに、普通に言葉にしては真逆なのにどっちも居心地いいから、分かってるからだろうね。その人となりを、人柄を分かってるからかな。多分サーヤンは、ヤンはマジでヤンとヒナなんだけど、ヒナもなんだけど、好きな食べ物一緒すぎて、最近あのヤンヤンと本当にめちゃくちゃご飯行くんですけど、ヤンヤンが最近やりだしたのは、みなみさんが好きなの頼んでください、それ私好きですからって言ってくるえ、じゃあ本当にみなみの好きなの頼むよって言って、いいですよって言って、これとこれとこれと、あ、もう全部好きでした神って言われてそうだし、ひなとはそういう注文の仕方しないんだけど、お互い別で考えたのに注文するときに、あの全部一緒、食べるものがえなる、いつも、ひなもこれって言って、え、飲み物はこれ一緒ってなることがよくあるから、そう、ひなとヤンに関しては食べ物の好みが一緒。でも一つ違うの、ギャンはチーズが嫌いで、あのひなはチーズが大好きってぐらい。そうそう、だからひなもヤンも、もしあのこの子がコンビニで選ぶのを買ってきてくださいみたいな子だったら、自分が食べたいの持っていけば多分合う自分が食べたいの持っていけば合う。そう、まず何頼むと思いますか、この店でみたいな、これが食べたいと思ったら合うそう、この前ひなとあの映画行った時、なんか全部食べてるものが昼も夜も違うお店入ったのに、昼も夜も全く同じの食べてて怖かった。しかもメニュー1個とかじゃないんだよ、昼も夜もメニューが豊富のとこに入って、夜に関してはフードコートで食べたから、お互いあの昼はさ対面だから、なんか注文してるのとかも見えて、あ同じのなんだねって分かるけど、夜はフードコートだったから、ひなが注文してる時も私も席に行ってて何を注文してるか知らなかったんですよ。でフードコートってあの音が鳴るピピピピみたいな、できましたみたいなのあって、それがあの みーちゃんのやつでひなのも鳴らしてくれるみたいねってやって、2人分このやつにかかったんですよ。でビビビビってなって、あひなできたよって言って2人で行ったら、全く同じようにできて、えっって言ってえ待ってこれって言って、これってえあのせあのこれのやつよねって、そうそうそう、え全く一緒みたいなっていうこともある。だから1日胃袋が一緒だった。そうそう、しかもなんかポップコーンもなんかキャラメルとか塩とかあるじゃないですか、2人とも塩派だって、そうでっかい塩のポップコーンを2人で食べてた、なんかペアセットみたいな。だから本当にマジでその日胃袋が一緒、なんか飲み物がかろうじて違うぐらいで、もう本当にそういうこともあるんですよね。何の話やねん、どっからこの話になってん何の話やねんっていうね、びっくりするよ、未だにちょっとびっくりするもん、わってでもだろうなと思っていた最近。なんかコンビニとかで新作みたいな、ひな絶対これ好きだろうなと思いながら過ごしてたら、ひなが待ってこれ美味しそうって絶対言うの後からあ思ってたよって思いながらそう絶対好きなんだろうなって思いながら、でもあえて言わない、ひなこれ絶対好きでしょって言わないよ、絶対この後叫ぶから。そうで、案の定ちょっと傍観してたら、待ってみーちゃんこれやばいみたいな、ひなこれ食べたいみたいな、だろうねって、絶対そうだと思うよっていうわかる。あ、56分そろそろ男女を見たいと思います。リアルタイムランキング見ます。そこまでさせてます、一戦電子お知らせありがとう。福ちゃんとあかりんは嫌いな食べ物を、ミネが好きなものをあかりんが嫌いあかりんが好きなものをミネが嫌いって感じ13位、トマト台湾ダンさん、パチパチパチ、逆にそれも平和ない。
12位りょうりょうさん、パチ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 。11位ウェプロックさん、パチ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 。10位ポムさん、パチ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 。9位バオバブさん、パチ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 。8位つよつよさん、パチ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 。7位あつさん、パチ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 。6位リコちゃんとリエちゃんと東かがわし、なっげえなっげえけどありがとう。5位ホルさん、パチ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 。4位パンダムさん、パチ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 。デガビタでパンダムさんで。3位ポクレンパサランさん、パチ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 。ポメラニア。2位エビさん、パチ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 。そして1位はドゥ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 なるさんでした。ありがとうございます。パペカルタワーもありがとう、うん、ありがとうございました。それではキャッチーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、みーつけた、みーのことをしてみーひゅー。ありがとうございました。兵庫県出身しのみなみでした。パペキルブーブーのパペカルにね今日来てくださった方は今日の感想なりをハッシュタグパペットカルテットハッシュタグ東香川ハッシュタグ石田みなみをつけてツイートしてください。そして来てくださった方も今日は残念ながら行けなかったっていう方もボイスドラマの新作が東香川観光協会の公式 YouTube チャンネルにて上がってるのでそちらもチェックして同じように同じハッシュタグをつけて感想をツイートしてくれると嬉しいです。そう前半に話した感じで、はい、あのパペットカルテットも皆さんがつぶやいてくださったハッシュタグで気づいてくださってご縁があったっていうことなのですごく一つ一つが大事なものなのでどのツイートを見て知ったとかまでは知らないんですけど、だから誰かとかじゃなくてみんながやってくださることが大事だと思いますのでよろしくお願いします。そしてお話し会の受付が明日の13時までなのでBLT グラフ広島県民とかここら辺の県の皆さんもうちょっとだよね。届くん私もここ仲間かな。あと2日しやっと届いたって人も多いと思います。それの感想もお待ちしてますしパペットカルテットの感想ももちろんお待ちしてます。そしていろんなものがあると思うんでこの後も今後も後編なりかそれの感想お待ちするのでぜひお話し会待ってます。ゴスロリミーちゃん7月15日ゲットしてねせっかくだから結構気に入ったから自分がそうちょっと感謝はもうないんですけどお話だけですがツーショットある日もあるのでそちらもよろぴコッペ、コッペがいい音を奏でている。